疲れ。お疲れ様です。今日はね、大した話じゃないんですけど、多分視聴が1000回でしたので、離れてるんですもん。入ったばっかだからな、まだ汗慣れてないんだな。これ見て、これズボン全部ピカッとのある。ちょっと近づけて。タレドンだ、これ。絞ったら見とけよ。これ、ズボンだね。お前でもこれ冬物だろ、このズボン。いや、夏物っすね。そうだ、もう絶対暑いわな。いや、そんな暑くないっすよ。そう。そういうやつな、高機能用だ。服もこれ服なら完全にだろ。もうびちょびちょっすね。お前、水分入ってる？入ってます、入ってます。大丈夫っす。脱いで、一回ちょっと絞ろうぜ。いや、マジっすよ。ちょっと、まず視聴者にちょっと言っておくわ。あ、脱いでいい？見苦しい映像で、今から汗がドバーッと出ますんで、汚いと思うならここでやめてください。どうかね。こっち持ってこい、お前、そこで、ここで脱がんと、お前、面白くねえがよ、お前。水濡らしたみたいなもんあれ。ちょっと、だ足の位置変えるなって。変えたんです。危ないです。あ、そう。じゃあ、とりあえず、すごいでしょ。これも今、服脱いで。今、もう11時だな、まだな。まだ午前中だよ。よし、ちょっと絞ってみようか。ちょっとカメラの方向けてな。いい？行くよ。はい。うわ。やば。これ全部汗だね。もう一発いけるでしょ。見てるだけ。まあこれ胸が苦しくなった人はもう、ね、ここで終了してね。まだ出るね。これだけ汗かいてるよ。もう乳首なんかもうしょわになっちゃったから。あ、頭まだ出そう。え？まだ出る。もう一回絞って。まだ出るって。なんか出そうな気がする、これは。まだ早いです。でもほんでもお前トビ3年ぐらいやったんだろ、乳首も。はい。うわ、全然出るもんね。汗かきすぎでしょ。お前、塩舐めとる？あ、舐めてます。タブソルトでしょ。あ、もうアメジャキ感想こんなに当たってる。タブソルトでしょ。水分飲みすぎで、若い時なんで、まだしょうがないんだろ。すぐ喉乾いたら飲んで、すぐ喉乾いたら。そう、喉乾いても、そう、体を慣らしていかんと出ちゃうもんね。だってもう、2リットル飲み尽くしとると開けるやん。そうそう、だけど、まあ水分いっぱい取るのはいいもんで、その塩分取れるんだよ、まだな。ただ、もう、体が慣れてないついていいんだと思うよ。オーバーヒートしそうなんだよ、車に行ったら。だって携帯、乗用車みたいなもんじゃん。で、それしょうがないよ。だからその分お前塩分取らなかった。その出た分一緒に塩で出とる。まあそういうことです。だからこんだけやるからもうみんな熱中症になってもう全身つれとるもんな。うちでも何回か全身つって救急車まで行かんけど、もう全身つって動けん。で、本当に動けんくて、救急車運ばれて死ぬ人でね、職人でね。あれもう点滴打てば一発になるもんな。だって塩分入れやいいんだな、結局は多分。塩分の濃度が下がっちゃって、で体がもうグーッてつっちゃうんだな。もう本当にもうあれドームならんもんな。血がドロドロになってくるらしいですね。汗かけすぎると血がドロドロになって。ああ、そういうことだな。あ、水分が飛んで、で心臓に筋肉、そうそう、つるともう終わりやな。血が回る感じ。そうそう、心臓止まっちゃうもんね。なまあこういうちょっと、まあ多分ここまで見てる人はまあ少ないと思いますけど、汗見たらチャンネル次の動画ピッて指がシャインってやっちゃったよね。なっていうことです。またねー。